先週末3年前に退職した前職の上司と先輩他から誘われて会いに行った。俺は元からやりたい分野があって、そのために前職に就職し、一生懸命業務を覚え、必要な国家資格も取り、自分なりに頑張ってたと思うが、社長が倒れ、息子が新社長に就任後、今回飲みに誘われた上司と先輩他に陥れられ、新社長も事情を知らず、俺が担当してた分野の仕事に誤解もあり、最終的に前職を追いやられた。でも、どのみち、何時かは自分でやってみたいと思って、準備もしていたので、思い切って事業計画書を作成し、某金融機関の担当者、大学時代の友人の協力もあり、起業家になれ、今は社員も10人ほどだが雇えるようになった。そんな関係だったので、初めは断ったが、前職社長も会いたいとの話なので、とりあえず行った。結局、話は、前職の会社がやばいので、最近業界でも噂を聞くお前のところに、協力してやらんでもないとかいう、くだらんものだった。今のご時世、いくら某地方都市とはいえ、集団で密になるのもどうかと思うが、内容もくだらんのでさっさと帰ろうとした時、前職の現社長、前社長の息子がやっと来て、助けてほしいと言われた。実は、現社長は、俺の高校時代の友人、部活先輩で、もともとは、俺が、その職を目指したのも、現社長が前社長から教わったことを聞いてから、興味を持ったのが始まりだった。要は、取引先からの発注が激減し、他に主要部門もあるが、それも、様々な事情でうまくいかずとか。俺は、連絡できなかった現社長からの話を聞き、今回面談しに来たのは、どうして俺が退職するとき、俺の話を聞かなかったのかを知りたかったからだ、と伝えた。もともとの付き合いから、どうしてもそこだけは聞きたかったから。結果は、父に気に入られた俺が気に入らなかったとかいう、マジでしょうもない心情とか。もう前社長も逝去され、俺にとっては、何のしがらみもないので、理由を聞いてすっきりしたので、申し訳ないが協力する気はない。規模なら、そちらの方が大きいし、業界内での信頼もあるはずだから、今からでも十分立て直せるだろうと伝え、席を辞した。今日になって、直接、現社長から連絡があり、うちの取引先を分けてくれとか言ってきた。前は、賢い先輩が好きで、一緒に、いろんなことをしてきたけど、こいつこんなにアホだったか?とマジで落ち込んだよ。自分で他地域に移ってゼロから立ち上げた会社の大事な取引先を、追われて辞めた前職になんて紹介するわけないだろ。どれだけ坊ちゃんなんだよ。このままならやばいとか知るか。いい機会出しゼロからやれよと言ってやったわ。